児島、熊本、福岡を結ぶ九州新幹線。2004年に部分開業した鹿児島中央と熊本の新八代の間は、先月までの20年間でおよそ8174万人が利用しました。整備計画決定から30年余り、県民の悲願だった九州新幹線の一番列車が今新八代に向け鹿児島中央駅を出発しました。2004年3月13日、当時の西鹿児島駅は鹿児島中央駅に名前が変わり、九州新幹線が部分開業しました。博多までそれまでより1時間半短縮され、最速2時間10分で行けるようになり、2011年の全線開業後の現在は最短1時間16分で結びます。今月9日、鹿児島中央と新八代の間が一日乗り放題で、ドリンク券やグッズがついた切符が販売され、多くの新幹線ファンが20周年を祝いました。開通した時、時々使ってました。初めて乗る時にすごく速くてびっくりしたって言ってました。新幹線にこの子が乗るのが初めてなので、みんなで一緒に乗れることが楽しみです。開業したての頃に確か抽選で当たってちょうど行ったのを覚えてます。子供がすごく新幹線が好きで楽しみ新幹線つばめの名付け親で当時7歳だった長崎千尋さんと、20年前の駅長中村治さんも再会し、あの日と同じように一緒に出発の合図を出しました。20年ぶりにまた同じツバメをこう送り出すことができたというのはすごく感慨深いですし、ちょっとタイトはいたんですけど、ちょっと涙も出そうにはなりました。20年間も同じツバメがこう羽ばたいているように、こう私自身も今札幌でその演劇の活動をしているんですけど、同じく羽ばたいてこれからも行けたらいいなとは思っております。やっぱり千尋ちゃん見たら、あ、やっぱり20年経ったんだというのを感じて、あの登場が本当に鮮明に思い出しましてですね、今日の出発式は本当感慨深いものがありました。この辺りかな、部分開業の時には当然まだ商売してましたので、県外のお客さんがまあ 数ヶ月ですけど多く来たので、まあそれは そこそこお店にとってはいい効果が出た。当時を振り返るのは安下龍馬さん、72歳です。飲食店などおよそ40店が並ぶ駅前の一番街で、土産物店の2代目として商売をしていました。新幹線の開業前、生まれ育った商店街はバブル崩壊後の不況でシャッターを閉める店が目立っていました。商店街というのが疲弊していく時期だったんですね。でもう一番街の奥に行けば行くほどシャッター街になるんじゃないかっていうぐらいの、もう本当にこう厳しい状況の時だったんですよ。そういう中で部分開業というのが本当にもう現実化されてきた時にですね、空き店舗がだんだんと埋まり出したんですよ。非常に商店街としてはその部分開業に関しては非常に期待 が大きかったですね。鹿児島中央駅周辺では新幹線の部分開業から半年後にアミプラザ鹿児島がオープンしたのを皮切りに、ホテルなどが入る鹿児島中央ターミナルビルや、2021年に一番街商店街の入り口の再開発ビルにライカ1920、西口では去年 JR 鹿児島中央ビルが開業し、商業施設アミューウィーがオープンするなど、この20年で続々と再開発が進みました。今後も西口ではマンション建設が進められ、関係者によりますと、一番街商店街にある再開発ビルにはディスカウントストアのドン・キホーテの出店も計画されています。鹿児島中央駅の乗車数の1日平均は部分開業で2000人以上、全線開業で3000人ほど増加し、コロナ禍で一時6000人ほど落ち込んだものの回復傾向にあります。安下さんは再開発だけでなく、新幹線の利用客に市内を回遊してもらえる魅力ある街づくりが必要だと話します。この鹿児島中央駅の強みというのは、
通過駅じゃないと、終点でもあり始発駅でもあると、必ずここで、降り立って、そして町を散策していただける、そういうチャンスを持った駅だと思ってるんで、商店街もそれから、まあ、中央駅を周辺中心にした周辺の町もまだまだ、工夫すれば活気づくんじゃないかなと思いますけど。鹿児島の交通の利便性を大きく変え、新たな観光客を呼び込んだ新幹線の部分開業から20年。時代とともに変化する人の流れをこれからの街づくりにどう生かしていくかが問われます。